エドモン・ボードアンは、フランスのバンド・デ・シネ作家である。ボードアンと表記されることもある。終戦後に、乾燥で育ち、少年時代を兄と絵を描いて過ごす。家計の苦しさのため勉学を諦め会計の仕事をしていたが、1960年代より、バンド・デ・シネの原作を手がけるようになり、ピロット、ア、シュイーブル、エコー・でサバンヌなどの雑誌に作品を発表するようになる。 1981年に諸女作文明で本格的にバンドでシネ作家としてのキャリアをスタートさせ同年に発表したセメントの道でデビュー。1992年にクマーコでアングレーム国際漫画祭最優秀作品賞を受賞。1995年に講談社の漫画誌モーニングにて旅を連載し、1997年に同作で アングレーム国際漫画祭の最優秀客本賞を受賞する。画家としてのキャリアもあり、1999年から2003年の間、カナダのケベック大学歌上校で美術講師を務めていた。近年は若手の漫画家ダビッド・ベーラが共同で設立した独立系出版社ラソシアシオンから作品を発表している。 作品の多くは大胆な筆の線で描かれ、会話の少ない独特の話し運びがなされている。初めての人のためのバンドデシネ徹底ガイド152ページ。題名はカタロニア語で、こんなものさのい。ルーマニアの作家、ミルチャカルタレスクの小説をもとにした作品。ありがとうございます。